1989年5月28日世界選手権ロードレース第6戦西ドイツグランプリ、会場となったホッケンハイムリンクには13万人もの観衆が詰めかけ、大歓声の中 250cc クラスのレースが行われていた。トップグループがグランドスタンドを通過したその直後に重大な事故が発生した。後続集団にいたパラゼーセ、マルキータ、ボニールの3名が大観衆の目の前で次々とクラッシュしたのである。コースに横たわるライダー、炎を上げるマシン、そして駆けつけるオフィシャル、サーキットに緊迫した空気が流れる。危険を知らせるイエローフラッグ、そしてレース中断を意味するレッドフラッグが振られるが、時すでに遅く、グランドスタンド前は一周してきたライダーたちで大混乱となった。この事故でボニールは足と腕を骨折、バルキータも両足を骨折した。パラゼーセの方は駆けつけた医者からその場で心臓マッサージを受けるほどの重傷。重傷のパラゼーセは現場での処置だけでは間に合わず、ヘリで大学病院へと運ばれた。しかしパラゼーセの意識は戻らず、2時間後に息を引き取った。